成長虹色動画、今日は紫色草みんなで健康長寿、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、お孫さんと一緒に楽しめる座ってパプリカリズム体操。はい、やってみよう。超ハッピーね、大ヒット曲しました、大ヒットしました、パプリカ。子供たち学校の授業とか運動会とかでね、実際に踊ってますから、もうみんなお孫さんみんな知ってると思います、この曲。なので振りもね、そんなに難しくなくてね、楽しいし、でこれを、まあ、子供みたいにこうアクティブに元気にね踊れなくても、うん、おじいちゃんおばあちゃんがこう座ってもしできたら、お孫さんとおじいちゃんおばあちゃん一緒にそのパプリカを踊って、いや、これも楽しみながら健康長寿、健康なれるんちゃうかなと思って、母ちゃんも実際にね座ってやってみました。ほな、これほとんどねできる、ちょっと変えるところはありますけど、ほとんどその本家がやってる振りそのままでね座ってできましたから、ちょっとやってみましょうかね。ポイントはね、あのサビのところだけ振り合わせてもらえたら、あとはもうなんとなく雰囲気でいけますから。このとこ、ここね、パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまく、ここだけね大体やってもらったらね、あといけますよ。うん、もうこのサイドステップ、これが結構入ってきますね。あとこういうこの手をこうサイドステップしながら振ったり、お花をこうサイドステップで振ったりね、もうなんかわからなくなったらこのサイドステップでこの手拍子、これでいけますからね。はい、とにかく楽しくいきましょう。お孫さんと一緒にリズム体操できたら、もうこれ介護予防効果爆上がりですよね。楽しい、世代間コールイベントなんかでみんなで、子供もシニアもミドルエイジもみんなでこれできたら最高。さあ、それではいきましょう。座ってパプリカリズム体操いってみよう。